いて岡本副学長にお話を伺おうと思いますが、ここ高野山大学は今年新しい学科が開設されたということを聞きました。どんな学科なのか教えていただけますでしょうか。教育学科、教員養成を旨とする学科を作ったということですね。小学校の教員及び小学校の教員、小学校と幼児ですね、幼稚園教諭及び保育士資格を主として取れる、そういう免許を取れるというのは資格の上では取れる学科になってます。ですね。そもそも学校とか勉強ってどういう意味があると岡本副学長は、さっき笑い飯さんが福沢諭吉のこともおっしゃっていたり、すいません偉そうにしゃべる、それから知るということの重要さみたいなこともいろいろおっしゃっていたと思うんですけど、そもそもじゃあ勉強、勉強という言葉も盛んに使ってましたよね、今の話の中でも、じゃあ勉強ってどういうことをやろうか、あるいは学校ってそもそもどういうことをやろうかということは、大事なことなので少し考えてみる方がいいと思うんですね。で、勉強というのはちょっとここで言っていいのかもどうか分かりませんけど、コマーシャルみたいな言葉言ってもいいですか。ぜひ。勉強はね、引っ越しの酒井さんがやるところ。引っ越しの酒井が分からなかったんですね。哲夫さん、渡辺さんは分かりますね。どうなる、なんか権利的に大丈夫かなと思って。権利的まだ知ってますね。昔そういうコマーシャルもあったんですよ。勉強しますぜ引っ越しのうんぬんという、ありましたね。シャンシャンシャンとやる、はい、コマーシャルで。あの勉強は本当の意味の勉強という言葉を使ってるんです。負けますぜ勉強、大阪は勉強という言葉は今でも通用するんですけど、例えば、おばちゃんが、八百屋さんに来たと。おっちゃんこれ高いわ、勉強してよって。ほんだおっちゃんが勉強できへんできへんできへんって、ほんだおばちゃんもうほんだ2束買うから勉強してよ、しゃあないな勉強するわ、って言うと意味通じますよね。これが実は勉強という言葉の本当の本来の意味なんです。今でも中国語の中国の方は、中国語勉強を英語に直したらスタディとかランとかじゃないんです。勉強ってのは勤めてシールと書いてるでしょ。勤めて、弁は勤めて、ね、シールですから、無理して何かをするという意味なんです、本来勉強だから。勉強いう言葉を使うの僕は嫌いなんです。だから我々の教育学科は勉強はしない、勉強なんてもう嫌なことですよ。無理してやらされることですから、エンフォースですね、無理して何かやらされること、やっぱりご慈悲があらはるから、いやだから学ぶということは大事なんで、学ぶのはいいんだけども、勉強いう言葉の中にはそういう意味が本来もともとあったんですね。で、日本人の学びは、読書百遍おのずから通ずみたいに、面白いとか面白くないとか理解するかしないとかを置いて、ひたすら例えば読んでみようと。で、そうすることで、意味を体得したりすることができるなんていうような、意味合いの学び方が、あったりしましたよね。で、大体そういう学問機関いうのは、中流以上の人々、あるいは武士が学ぶような場所であるとかですね、一般大衆のものではなくて、そういうところで学んでるものですよね。その学び方は勉強なんです。で、それは苦しいことを無理してやるけど、しかし無理してやるとその先に自分の栄誉昇達があるというようなことで勉強をするということが勉強に。だから今の、受験生だって勉強してるわけですよ。勉強楽しいわけじゃないけども、例えば笑い飯さんは般若心経をやってたのは無理してやってないよね。それは楽しい学びだったわけでしょ。そうですね、知りたくて。あと、俺これ書けんねんっていうなんか自慢ですかね。自慢も。それも大事ですよね。そうです、それは自分の中のプライドと、もうちょっと教育学的に言うと、知ることで、僕は知ったらおもろいという言い方をしてるんですけど、知ることが自分の視野を広げたり、世界を見る見方を変えたり、相手に対する考え方が深まったりとかですね、そういう知るということがそういう意味合いを持ちますよね。で、そのことは本来面白い楽しいことですよね。だから勉強というのは言葉だけで言うとそういう意味合いは入ってないわけです。無理してやる、でも無理してやると出世できる、から無理してでもやると、で苦しくてもやる。それが大事な場面ももちろんありますよ。目標がはっきりしてて、そこへ行くためにはもうデレデレしてたらいけないので、しっかりやりましょうと。
先ほどちょっとね触れられた内容に関わるけれども、そういうことはありますけれども、はい、目標がはっきりしないのにね、うん、もう苦しいことやられたら辛いわけですよね。でそれね、学校という言葉にも関係してくるんです、うん、学校は英語でスクールと言いますよね、はい、スクールの語源はご存知ですかね、どういうことか。スクールはスクールってもともと語源どんな意味だと思われますか。CHOOL ですよね。そうです、何でしょう、スケジュールとかですか。スケジュールどうですか。わからないです、ね、わからないね、はい、まあ、学生に聞くと本とかね、学問とかね、はい、まあ、学ぶことやとかみたいなようなことを言う答えがあった時に多いんです。でも、まあ、スクールの語源はスコレーというギリシャ語なんですよ、でスコレーを辞書で引いてみると、一番さ、まあ、辞書で芸辞典をたまたま私持ってたので、はい、それをまあ引いて調べてみたんですけど、はい、そうすると一番最初の言葉はね、レジャーなんです、うん、レジャーレジャーというのはスペアタイム、はい、レジャー次スペアタイムって書いてありますけど、うん、余った時間、レジャー余暇ですよね、はい、余った時間。だから学校の語源になっているスコレーという言葉は余った時間という時間を表す言葉やったんですよ。なるほど。で、なんででも時間を表す言葉が学校につながるのか、うん、ここが実は大事なところなんですよね、はいはい、うん、延々これで喋ってたらいかんかもしれませんけど、ね、ちょっとだけ披露させていただくと、はい、いやもうほんまに一発で分かりますね、うん、お話の好きな方だって一発で分かります。はい、一発で分かります。突っ込まれてしまいましたね、はい。岡本副学長、この新しいね、はい、あの教育学科ですけれども、はい、日本で初めてのカリキュラムがあると伺ったんですけど、はい、それはどんなカリキュラムなんでしょうか。それを言う前に、まだやっぱり皆さん、なんでか言うとね、お話好きな人はそうなんです。いやいや、自分 の, その目標があるから、目標にスワッと向かっていく話のされ方を。そうやなくて、はい、いや、そうやなくて、いや、まあ、学校で教える先生を育てるでしょ。学校の元の意味っていうことはやっぱりものすごく重要なんですよ、うん、元の意味っていうのは、はい、だからレジャーでしょ。で余った時間が何でかこうなるかいうと、はい、まあ、ギリシャ人の人、余った時間がある人って貴族、はあ、あの階級社会で、はい、奴隷制の社会でしたから、はい、貴族の方は余った時間がある、はい、で余った時間があると、余った時間の時に何するか、はい、ということとつながるわけ。うん、何するか言ったら嫌なことやりませんよね、はい、自分の好きなように使える時間だから、はい、自分がやりたいことをやるわけ、うん、でそこにねフィロソフィーが入ってくるんです、うん、これはマラメシさん今意味がパッと分かったと思うんですけど、はい、フィロソフィーというのはソフォスをフィロスする、うん、フィロスという言葉がソフォスということをまあ、抑えてる造語なんです、はい、でソフォスというのは知識という、うん、フィロスは愛するということです、うん、だから要は哲学の人は愛知学って言いますよね、はいはい、あの哲学だからご存じだと、はい、で僕は愛知学とか言わんと知ったらおもろいっていうふうに訳すようにしてるんですけど、うんうん、新しいことを知ったら面白い、はい、の面白いことを知ったら誰かに喋りたくなるわけですよ、うん、はい、そうするとギリシャの人だって、まあ、なんか面白いことを新しく知ったと、はい、ほんならどこか出かけて行って誰かに喋ろうとするわけです、はい、でまあ、井戸端会議でね、はい、その喋る今日朝飯食うたと、はい、ほんならあそこ行ったら、あの泉のとこ行ったらギリシャでアゴラと言いますわ、広場があります、行ったらソクラテス君が来てるかな、プラトン君が来てるかなみたいなもんですわ、はい、でそういう人が来てるでしょ、うん、ほんならねえねえ知ってるかって言って、はい、そこで井戸端会議が起こる、はい、そうするとそれをねザ・プレイス・ウェアっていうについて、はい、そういうさまざまなことを話す場所、はい、という言葉がレジャーにくっついてくるんです。それがだから余った時間でやってるところだったということですよね、はい、で余った時間で好きなことをやって、はい、でその好きなことを語り合う場所という言葉に転化していくから、はい、それがやがてだんだん近代になると組織的な学校教育制度というのに変わるんですけど、はい、その前までの学校は楽しいだから場所なんですよ、うん、いやすごい。ではその新しい、まあ、教育学科にはその楽しい学びができるカリキュラムがあるということでしょうか。そこへまた詳しい話を、ね、また、またあの余った時間にまたあの言いますどこか聞かせていただきたいなと思います。だから学びを、はい、いやいや今のところ行きますから、今大丈夫です、余った時間に僕また特別聞かせてもらいますけど大丈夫ですか。どう今のところ行きますから、はい、あの学びをね、はい、今の教員養成系大学というのは、はい、免許を取得するためのカリキュラムになってるんです、
だから、まあ、あんまりよその大学の名前言うわけにいかないですから、いろんな教員養成系の大学が大阪でもたくさんありますよね、まあ、日本中ありますよね、はい、で僕も教員養成系の大学にかつていたわけですよ、はい、だそこでカリキュラムがあって、まあ、学生に勉強させているわけですね、はいはい、まあ、勉強じゃない子もいるけど、はい、だ重くは勉強する、それは何か言ったら免許を取るために勉強する、でカリキュラムはそれ免許を取るカリキュラムになってるわけです、はい、だけど勉強をじゃあ取るカリキュラムで学んだらいい先生になれるかっていう保証はありますかね、うん、難しいです、ね、そんな簡単に言われへんよね、まあ、文科省はこういうカリキュラムでやると先生になる資格があるからいい先生ができるでしょう、免許をあげますってなってるけれども、必ずしもそうではない、はい、だからそうやなくていい先生にするためのカリキュラムということをもう一つ根本から考え直したいっていうことで、私たちの新しい教育学科は、まあ、作ったわけです、はい、カリキュラムも。だからもちろん免許を取らすためには文科省の認可がいるので、そういう免その根本的なところは文科省に沿ったカリキュラムを作りますけど、それとは全然別にね、はい、まあ、体験型カリキュラムと言っていますけど、まあ、全国の教員養成大学でやってるところはどこもないと思いますが、例えば農業体験をするとか、うん、馬の世話をするとか、うん、地域の自治体へ出て行って、地域おこしをするとかですね、すごい、そういうカリキュラムを必修で、高野山大学の教育学科や北学長は全員が必ず学ぶっていうカリキュラムを作ったんです、うん、でそれ1日丸1日体験、週のうち1日は朝から夕方までそこ行くわけですよ、はい、へ、必修で体験型のカリキュラムができたと、であの、まあ、どっかのゼミの先生がね、それ大事やから学生連れてってやるとか、うんうん、それからボランタリーにやるとか、それはありますよね、どこでも。だけど全ての学生が必修ででもやらなければいけないというのは多分ないと思うんです、まあ、多分というのは全部調べたわけじゃないからね。必須になってるんですか、教育学科。教育学科はそういう実地で体験学習するのがもう必須に、必須になるわけです、元から組み込まれている、いいですよね、いいですよね、でなんでそんなことをしたかというと、さっき和田明さんの話にも重ねて言うと、お父さんから農業を学んだと、うん、でそれがすごく自分の、まあ、身になってると、うん、でこれもうちょっと言葉言えば体験や経験が積み重ねたものが自分の中の財産としてあるわけだ、うん、だから、はい、教室の中で本を読んで、あるいは授業を聞いて学び方もあるけれども、それをもう一方で体験で我々が学んでいく学び方もあるわけです、うん、で体験で学ぶ学び方というのはね、はい、知識をたくさん増やすという学び方とは違った側面があって、人間というものを豊かに育む、まあ、内容がたくさん含まれているわけです。だから人とやり取りするときに、今私たちの学生この間発表会やったんですけど、4学期制でやってますので、これも珍しいと思いますけど、1学期が終わったんで体験学習の発表会をやったんです。そうすると2ヶ月半ぐらいですけど、学生がこれ大げさじゃなくて、入学の時と2ヶ月半で本当に大きく変わりました。こうなんかなよなよしてて不安げな学生がちょっとやっぱ自信を持ってくるんですね。でその何か言うと、地域のお役所さんたちと付き合ったりして怒られたり、こんなことあかんやないかというふうにやられたり、あるいは森林のそのボランティアがあるので、里山をね改良していくようなことも学生やってるんです。そうするとこうのこぎり1本引くんでも引いたことないわけですよ。だけどそのノコギリ引き方を教えてもらって、うん、でチェーンソーで、やっぱり教育者こそなんかそういう体験を交えていくっていうのは本当に、はい、教育者になる過程として絶対経験しなきゃならないことだと僕も思います。そうですよね、はい、やっぱり子供がどういう思いするかっていうのをまず自分が知っとくことっていうのはすごい大事ですし、で子供たちにやっぱり芋を植えさせてあげたりとかね、朝顔を植えさせてあげたりとか、これはもう初等教育で絶対あることやと思うんですけど、はい、その時にこの先生自体がやってなかったらその子供に教えることと、あとそれから子供が今どんだけしんどいかとかっていうのは分からないわけですもん ね、 そうですね、一回その体験しとくことっていうのは絶対大事だと思います、まあ、で楽しいんですよ、うん、やってみると。いや後半で言うたのは、まあ、先生が得る知識と技術のことを言ったんやけど、はい、まあ、知識技術を知るのはいいですよね、だから教える時に役に立つと、うん、まあ、それだけを言ってるんじゃないんです。でそういう人と付き合ったり、うん、したことないような体験をしたりすることで得られるものは、まあ、簡単な言葉で言うと人間力に関係するような言葉ですわ、はい、
あのこれまでやったことないけどできないことをもうこんなんできへんと思うようなことでも我慢してやっていくとできたとかね、それからやっぱり人に寄り添って、まあ、ご老人がいたり馬なんか特にそうですけど、馬に寄り添わないと危険ですから、でこちら側が馬が今どう感じているかということを、まあ、耳を傾け、馬を観察し理解をするということが必須になるわけです、うん、これは子供と向き合う時でもそうですよね、うん、でこれは人間力なんですよ、うん、だそういうことを基本にしたい、はい、そういうのを育むことを軸にした教育をしたいと。授業っていうのはやっぱり先生のお話をずっと聞いて、要はこっちがもう勉強して、とりあえずその、まあ、教材をいただくという時間 でそれを実践型で言うたら人と人がこう密接に触れ合うっていうのはまたあの別のね、その授業というかね、はい、それも通してじゃないと何か一つの自分の知恵っていうのを完成されていかないかもしれないですね。だからただ授業を受けてるだけだったら先生話長いなとは絶対思わへんけど、こうやって喋ってみるとこの人話長いなと思うもんね。別にあの副学長先生のこと揶揄してるわけじゃないんですよ。いやそういう体験が大事だということを言ってるだけで、副学長の先生が何だと言ってるわけではない。いつも言われてます。いやでも本当に今日、まあまあでもね、あの体験修行至上主義でもないので、はい、そこも言っときたいんですけど、体験大事やから言うけど、はい、体験だけやらせてもあきますよね。だから体験を理論とこう結合するっていうカリキュラムを作ってないといけないので、はい、カリキュラムもそんなふうに工夫をしているんです、うん、だから学んだことを振りあの体験したことを、まあ、大学の中の授業で学びでまた振り返ってそのことの意味をもう一度深めたり高めたりね、うん、していくようにカリキュラムは考えているので、こういうことをやってる大学はあんまりないと思うんです、うん、そこはまあ売りですね、ええ、教育者の方ほど人間力高めてほしいなって思いますもんね。私も親ですけれども、ほんまに思います、はい、ちょうど橋本ぐらいに住んでもらって、あの毎朝ここまでね歩きで通いで、あの、ね歩きで通いで歩きで通いでなんかね勉強してもらったらね、大丈夫ですよ、はい、あの僕はあの不便は快楽というのは僕の趣味ですから、あ不便は快楽っていうふうに一度手を出てしてすると思います。見えないものが見えてくる。いや、はい、おばあちゃんから言われました、うん、ちっちゃい時なんか、はい、あのお金払ってでも苦労せえ言って、あそうそうそう、はい、昔は言われましたよね、はい、そうですよね。そういうあの通うっていう、まあ、時間はかかるかもしれないですけれども、うん、はい、その、まあ、通った4年間っていうのはもう人生の宝物になりそうですよね。あそうですよ、やっぱりね、時速4キロ程度でぐわーっとこう山道とかこう見てたらもう毎日なんか発見はあると思いますね。そうですよね、うん、でさらに学校に来てそういう体験プログラムもできるという、はい、ね、え冗談ですけどね。一人ね、そういう子来てますよ。あそうですか。一人、ま、場所は河内長野というところにあるんですけど、河内長野駅から、はい、私たちの河内長野キャンパスまで、はい、歩いたら1時間ぐらいかかるんですよ。だからみんなバスに乗るんですよ。一人ね、歩いて、うん、歩いてきてすごい、本当すごい。でそれが初め1時間がね、この間その子に聞いたら40分に早なってるやん。慣れたすごい面白いですね。面白い、そうですか。ほんで道歩いてくるからいろんな人を見てくるわけです。そう、先生でもあのちょっとすごい時間になってしまってますけど、先ほどあの僕は分からないことの教育に興味があっておっしゃってた、はいはい、そうそうそう、うん、それすごい聞きたいなと思ったんですこれ言い出すとまた1時間ぐらいになる、いやだけどまあ一つだけかかちょっと僕笑い飯さんと実はその話をやりたかったんですけど、あ、ね、だいたい分からない言うたらね、今から、うん、分からないことが大事だっていう、僕もすごいその共感をさせてもらえるんです。すごい好きなんです。3分だけで、はいはい、3分で言えるかな、お願いします、はい、ぜひできたら2分で、ね、分からないっていうことをね言うと、学校教育では分からないことが、まあ、弱点の側になるでしょ。あの分からないことは分かる方がいいと、はい、だけど僕は科学の歴史をずっと研究的には調べてきたんですけど、はい、科学の歴史を大きく変えたような人ってみんなね分からない人ばっかりだった、うん、で僕はその分からないいうのは分からない能力やというふうに言ってる。例えばニュートンいう人がいるでしょ、はい、ニュートンってまあ物理学の大革命したの、はい、あの人、グラマースクールへ入るんですけど、キングスカレッジ、キングススクールというところへ入るんですけど、はい、クラスそこ能力別にクラス分けしてるんですよ、はい、一番能力の低い、まあね、能力で、まあ、偏差値的な能力やね、はい、そういう低い教室の下から2番目でしたから、最下位なんです、ほぼ、はあ、
だから要するに言うのはすごい天才やと言われるけど、勉強はものすごく勉強ですよ、はい、できたという子ではないんです、はい、大学の中で花開くんです、はい、バローさんいう人について、はい、バローさんがニュートンの才能を見出して、はい、ニュートンがバーッと伸びるんですけど、それからパストールさんっておりますよね、はい、もう今2分ぐらいかな、はい、もう、うん、はい、はい、でパストールはしょって欲しかったなみたいなのがありましたけど、いやパストールさんは子供の頃薄野郎って言われたんですよ。でパストールなんてでもフランス代表する科学者でしょ、だけどなもう同じ質問をしょっちゅう教室でしてたんですよ、だからみんな子供も先生もアホや薄野郎や、でも校長先生が見抜きますけどね。で問題は なんでそんな風にわからないわからないと言ってるのかということを私たちはまあ深く理解するということがないで、簡単に分かるっていう人はね、はい、簡単に分かる人は革命はできない、改善はしても、で分からないということを、はい、理覚できるっていうことが、はい、分かるステップになってるんです。あ、まあ、ソクラテス無知の地位もあるんですね。まあ、ソクラテスとちょっと ちょっとちゃうんでしょうね、はい、ごめんなさい、いらんこと言いまして、先生ちょっと僕のね、考えてる、いいですか、はい、僕はなんか脳みその中の知識っていうのはなんかこう二等辺三角形やと思ってるんですよ。で意識っていうのは長方形四角やと思っててね、要はこう二等辺三角形がこう大きくなっていくのが知識だと思ってくださいね。でこの底辺の横幅っていうのが分野なんですよ、いろんな分野、要は宗教学があってこう倫理学があってとかね、数学があってとかこう分野がいっぱい増えていく。でこっち縦が情報量で、いろんなこと分野広げてこれの情報量がってなったらこの三角形大きくなっていきますよね。でこれが知識やと思うんですよ、ただ意識っていうのはこことこういうふうにこの四角にしたやつ、これが意識やと思うんですよ。ほんならこの三角形の中知識やけど、このここがこの三角形2つがこれ無意識、まあ、言うたら知らないことになるんですよね、でこの知識が小さい時、分野も小さい情報量も小さい時は、その分からないここの三角形小さいんですよ、だこれがだんだんこう増えていくことによってここの三角形大きくなっていくじゃないですか、なるほど。だから人間っていうのは物を知れば知るほど知らないことが増えてくるっていうふうに僕は思うんですよね、正しいね、そうなんです、自然科学者は全部そうやからね、新しい発見したら、はい、一つ発見したらそれにつながる100ぐらいの分からんことが出てきますからね、いや副学長さんがちょっと認めてくださるようなね、はい、いや分かりやすかったです、哲夫さんの三角形と長方形の、いやほんまなんかそうやと思うんですよ。最近ね、僕結構ねその仏教のことをね興味も出してもってこんなお仕事いただいたりとか、あと花火が好きでね花火のお仕事いただいたりとか、なんかいろいろマニアがあって、でそれを仕事にねさせてもらうことがあるんで、俺は一体何足のわらじ履いてんやろうと思って、でこの前いよいよわらじを編み出したんですよ。本物の、いやわらじ編み出した、わらじ編み出したらわら細工でまたまた知らんことあるから、またね手出せば出そうとまた知らないところが増えてくるんですよ。はい、はい、いいですね、いいですね。だからそう先生がおっしゃるその分からないことの美学、分からないっていうところからこう学問はやっぱ始まってるんじゃないかなっていう、僕もそこすごい、分かったふりせんということもね、ああ僕は、まあ、分からない能力で言ってるのは、はい、まあ、今のような分からないことがどんどん一つ分かった次が開けてきて、未知の分野が広がってくるという意味合いももちろんあるんですけど、僕が言おうとしてるのは分かったふりをせんという意味合いで言ってるんです。だから分かったふりをせん子はクラスで分からんって言うわけですよ、はあ、先生分からへんって。で分からへんは今の学校だと落ちこぼれになりやすいんですわ。だからとよく分かりやすい例はね、はい、分数の割り算は、はい、うちでひっくり返しかけたらできるって、はい、方法として学びません、はい、だけどその意味が分からんかったらね前へ進めない子もいるんですよ、はい、でじゃあどうしてひっくり返してかけることが分数の割り算になるんやということを理解することが本来の理解なんです。分かるということなんやけど、それを飛び抜かしてこうやったらできるという方法論的変換をしたらね、はい、簡単ですやん、はい、ひっくり返して書けるということだけしたら意味なんか考えなくてもできるようになるわけ、うん、はい、だから分数は満点取るわけよ、はい、だけど意味を考えて理解しようとしてる子は満点取れないっていうこの落ちこぼしをするわけですよね、うん、だからまあ私たちの学校はそのあたりは根本において、はい、そういうまあ子どもたちを作らないような先生を育てられたらなと、はい、
思ってるわけです。素晴らしいですね。今まとまりましたか？本当に、はい、すみません、僕もでも喋りなんでまた喋っちゃいますけど、結局ね、今まで普通通り分数だってそうやと思うんですけど、普通通り使ってた言葉全てに分からないって一回疑問投げかけたらいいと思うんですよ。ほんならそれでまた調べた結果知識が増えるんですよね。例えば僕も負けずに商品名言いますけど、カルピスっていうのを普通にカルピスって呼んでるけど、なんでカルピスって言うんやろうってね、こう立ち止まっていっぺん考えてみたらいいんです。だからすごい面白いことが分かるんで、ああカルピスってそっから来てるんや、これまた仏教なんですけど、ああそうなんですか。そうなんですよ。サルピルマンダーとかね、いろいろ出てくるんですけど、その一個手前が何言って出てくるんですけど、これはもうぜひ調べていただきたい。そういう語源を調べるのも面白いですよね。めっちゃ面白いです、はい、だからそれもあれ、これってなんでやろうとかわからんなって思うことから始まってると思うんで。なるほど、はい、堂々とわからないと言える大学、うん、高野山大学ですけれども、はい、オープンキャンパスがあるんですよね、はい、ありますね、はい、ご案内させていただきます、はい、高野山大学教育学科のオープンキャンパス、7月の4日の日曜日、7月18日の日曜日、8月22日の日曜日、9月5日の日曜日となっております。ぜひ皆さん高野山大学オープンキャンパスお越しください。お願いいたします。よろしくお願いします。さあ、あっという間に時間となってしまいましたけれども、最後の一言、学長、はい、はい、すいません。来年の4月には哲夫さんは高野山大学へ入学してる。ほんまですか？入学。いやでもね、ほんま思いました、はい、いやぜひ高野山大学で学ばせてもらいたいなっていう、素敵な先生方いらっしゃるということもここで知らせて分からせていただきましたし、で何よりその何でしょう、ほんま授業をね受けさせていただいて、またなんか自分がね、なんか、うん、成長できたらなというふうに思わせてもらいました、はい、私も子供がいるんですけど、来ていただいたら学生も一緒に成長できますので。あ、真面目にラブコールを送ります。あ、本当ですか、はいはい、いやね、そうですね、いやぜひそれからしら本当にたっぷりその時間のある場所で長いお話を聞かせていただきたい。そうですね、たっぷりと岡本副学長からぜひ。すいませんね。いや、ごめんなさい、すいません。いや、あっという間の1時間でしたけれども、哲夫さんいかがでしたでしょうか？本当に楽しいお話を楽しいお話と、あとそれからまた素敵なすごい僕もまたパクらせていただきたいお話を本当にお伺いできて、ね、でちなみにカルピスの語源というのは、はい、僕が書かせていただいたブッダも笑う仏教の話という本に載せておりますので、もしよろしかったらそちらをお求めください、はい、あ、ついでに、はい、教育学科も、はい、今こそ教育という本で今のようなことを載せておりますので、はい、まだよろしくお願いします。あ、そうでございますか、はい、今こそ教育、見れる場所というところからもうすでに出版してますので。あ、そうでございます、はい、教育学の先生方が全部書いてますので、まあ哲夫さんになってちょっと宣伝ということで、そろそろお時間となりました、以上で高野山大学公開イベント、我々は何のために学ぶのか、笑い飯哲夫と語る、終了とさせていただきます。添田学長、岡本副学長、本日はありがとうございました。